チャオ、ゆりこたいがです。皆さんこんにちは。今日はアニメじゃなくて映画、私の大好きな5の好きな映画を言いたいと思います。イエイ。じゃあとりあえず最後からいきたいと思うんだけど、イタリア語だとカミカツガールズというの映画なんですけど、多分日本の名前は鬼滅の物語です。ポポン、イエイ。土屋アナさんと深田恭子さんこの二人の映画がすごく面白くて、まあ、分かりやすい日本の考え方も見えるし、日本のポップカルチャーも含めてあるし、私の大好きな父やアンナさんもいるということなので、当たり前大好きです当たり前大好きです。でもやっぱり初めてこういうみたいの映画を見た時に、日本の映画は外国と違ってちょっと遅い、なんか遅めにちょっとゆっくりで流れてるんですね。だから別にパーパーパーとかなくて、ほんとゆっくりな流れなので、一番最初はちょっとわからなかったんですね。え？ん？え？ん？アニメっぽいなって思いながらずっとで見てたんだけど、やっぱりこの二人が面白いやなって思ってます。ヤンキーの文化はね、多分日本人から見ると、あ、ちょっとね、イメージ悪いって思ってるかもしれないけど、やっぱり外国人を見ると、え、すごーい、わーって、わー、ジャパニーズってしか考えられないから面白かった、全体的に。あとはね、まあ、ロリータ、この映画を見た時に多分15歳ぐらいだったから、その時はね、ちょうどロリータを始めた気がしてて、やっぱりそういうベイビーとか、彼女は田舎から、超田舎から東京に行くのは、あ、私っぽいなって思ってたんですよ。14歳からなんかコスプレイベントとかに行かれて、私の実家から多分4時5時間ぐらいの電車に乗って、それが本当コスプレをするのためとか、ちょっと日本の服をお顔のためだけで結構時間かかったんですね。二人ともは全然違うし、例えば桃子ちゃんだったらなんだよみたいな、友達になりたくないなって思ってる。なのにやっぱり人間ってさ、自分が一人で行っても寂しいや、寂しいって当たり前じゃんって思うんですよ。一人になりたいか、もう一人だって違うんだもん、それ。この神風ガールズというのは、あ、よくわかるねって思ってます。イエイ。あとはじゃあ 4から、バットマンダークナイトです。うわー、素敵。もうそれそれね、あー、そうか。最近は実はね、ジョーカーを見に行ったんだけど、大好きですよね。いや、それも大好きですよね。このトップ5にも入れようかなって思ってたんだけど、バットマンはほんと昔からちっちゃい時からほんと大好きで、ジョーカーというのキャラクターは面白いし、やっぱりこのダークナイトのジョーカーはもう全然違う。なんて言えんだろうね。あ、本物だねって。怖すぎて本物だねって思って。マーベルとかレンジャスはね、楽しんで見てるんだけど、すごく心に入らない。なんだろう。あ、うん、面白かったね。終わり。でも、バットマン・ダークナイトだと、例えばすっごくなんか不安。まあ、ジョーカー見た時もそうだったんだけど、もう不安を感じながら好きになってます。頭おかしくなってます気がする。とりあえずバットマンが好きじゃない方にも、バットマンダークナイト絶対好きになると思う。アクションはすごいし、色とかもうすっごかったし、でやっぱりその俳優さんはもう俳優さんはもうって、もう本物やんってしか思ってないですね。はい、ということで、まあアメコミって言ったら絶対バットマンダークナイトが一番好きです。3番目はね、また日本っぽい、でも実はフランスの映画です。わさびと言うんですよ。わさび聞いたことあるんですか？有名なの日本人も出てるんですけど、主人公はシャーレの、シャーレのだ、超好きんですよ。で、今の日本人の広末涼子ちゃんで、涼子ちゃん、それはね、見た時に超恋した。日本人のこと超大好きになってた。で、シャールノーは、まあ、フランス人でもやっぱりちょっとイタリア人って、まあ、私の文化と近いから、やっぱりその面白いこと、日本の文化の違いとか見えてくるんですよね、この映画を見ると。特にユミちゃんがね、超、私から見ると超美人だった。いや、超美人やな、超、あ、綺麗って思うんですよ。だから
違うね、何物語ではね、ない物語、ないものねだり、ないものねだり、もうないものねだりです、ないものねだり、ないもの、くそ、おい、言えないじゃん、ないものねだりですよね。こっちの方がいいんじゃや、私はゆみちゃんファンになりたかったなって思います。で、その時はそのカラフルとか新宿、秋葉原、なんかいろんな、初めて東京で見てたんですよね。まあ今インターネットの時代だから、どこの国に見たいってもさ、 Google マップスでもすぐじゃん、パッパンって見えるんだけど、やっぱりもう2000ぐらいの時はそんなにインターネット使わないし、情報もないし、東京初めて見た自分の目だとやっぱり映画からじゃないと無理だった。だから東京に大好きになったのきっかけはわさびだった気がする。もうあーってな感じ、わーって。でやっぱり今歩くと、あ、この場所知ってる、あ、この場所知ってる、あ、この場所知ってるってすげえ思い出すから、自分の中ってさ、あ、こっちの外人と思われるんだけど、もうここだけ、東京だけに歩くだけは超の中身をワクワクする、わーってで、次はまたフランスじゃなくてアメリカに戻るなんですけど、みんな知ってるのかな、ちょっとこれはね、心の方コメディなんですけど、実はね、もう結構小さい時から見てるんですよ。ブルース・オールマイティです。ジム・キャーリーがね、一番大好きな俳優さんです。男だったら一番好きかもしれないですね。このブルース・オールマイティとのテーマは一週間神様になるということですよね。で、彼がすっごく性格は悪くて、神様のことが信じないし、ずっと自分の人生はいい人生があるなのに、すげえくだらないものを言ったりとか、ちょっと文句言ったりとかばっかりしてるから、ちょっと私似てるねって思った。正直私の似てるねって思ってたんですよ。私はほんとちっちゃいことでもすっごく怒るなったりとか、やーってもう嫌だってな感じになるから、あ、彼似てるね、性格悪い、あ、そういうことねって。あ、今はまだまだマシんだけど、昔はほんとそうだった気がする。エモいってエモい。一週間やっぱり神様になれてるってさ、なんか他の人を助けてあげたいじゃなくて、当たり前、人間は誰でもわがままですよ。もう彼みたいに自分のためだけでいろんなことして、で、やっぱりこれしたらその後は何が起こるとかものがあるじゃん。今これをするとこの結果になるみたい、これ悪いことになるとかいいことになる、人生その面白さがね超大好き、深い、超深い超深い。ジム・キャリーは本当な面白いし、すっげえめっちゃ笑うんだけど、多分この映画を見ると本当私たちの人生のことはもうちょっと考えてくれるんじゃないかなと思います。だからすっごく大事な大事な映画だと思って、ぜひ皆さんも見てほしいです。今日から見てほしいです。一番はすごくきっともうみんな知ってると思う、もう分かりやすくて、すっげー分かりやすくて、毎2ヶ月ぐらいも見てるんですよ。もう携帯にもう買ってたんですよ、 iTunes で。もうだからもう病気ですよ、もう病気もう携帯から見ると分かるなんですけど、ナナです、ナナー、ナナの映画はもうす素晴らしかったもん、マジで。おもう、あー、素敵な映画だったなーって思うんですよ。もう涙出るぞ。涙出るぞ。7、1ですね。2が、ちょっと、なったんだけど、1はね、誰が何の漫画を読んだら、あ、素敵って、あ、大体はね、ちょっと悪口が言いたくないんだけど、アニメからドラマにすると、大体良くない。なんかすっげえなんかキャラクターのデザインを変更したりとか、セリフ違ったりとか、もうよくわかんないものがどんどんに急にが入れてしまって、超頭にくるオタクとして、はぁってはぁってなんで変わってるのこれって。でも7はアニメとか漫画の素晴らしい映画です。で、痛いです。7を見るときに私は結構ハトリ肌になっちゃうんですね。ウータがいいんだけど、自分の声が嫌いんですね。そんなに上手じゃないね、自分で正直思うんだけど、ナナを見るとね、すげえその有名を見て、なんかつながりそうやなって思う。選んでたの俳優さんと女優さん、まあ、特に中島美嘉さんはね、本物ナナだと思うから、
完璧ですよ、マジで。でもこの映画はね、ちょっとドラマティックですよね。ちょっと女の子絶対癒されるんだけど、いろんな、なんか何か知らない子がなんか見せてあげたらすげえ面白いってなんか言ってくれたりとか、あ、なるほどねって、いろんなことなるほどねになるんですね。なるほどねって、ナナはなるほどねってですよね。はい、こういう GO5 の大好きな映画があるんですけど、実はね、もっともっとあるなんですけど、そういうちょっと印象残るとか、この5個だけが必ず毎年ぐらいもう1回見てるんですね。そういう感じです。皆さんでも逆になんかこれを勧めされた映画とかあったらぜひ撮ってほしいんですね。ちょっと私ね、映画はね意外と遅かった。そういう、だから日本のことを探したりとか、コメディアを探したりとか、すげえ分かりやすいんですね、私の大好きな映画は。逆に他のが何が好きなんだろう、あんまり見てないんですね。何ヶ月前に初めてバックトゥーデフューチャー見たんですよ、26歳で。遅くね遅くね。でもそれがね、お母さんとかお父さんが映画がすっごく好きではなかったから、アニメばっかりを見てて映画あんまり知らなかった。意外と知らないねって思って、そういうことです。皆さんぜひコメントとかおすすめしてください。で、これ私も言ってたの中の映画とか好きなものとか好きなシーンとかあったら、ぜひコメントで一緒に話しましょうね。よろしくお願いします。あとはいいねボタンしてチャンネルを登録してください。またね、よろしく、ありがとう、チャオ。